またちょっと森の方に戻ってみますか。この辺とか、キノコの森まで行ってないか。よいしょ。キノコの森はね、もうキノコがキノコがいますから。タケシな、タケシのんびりしてるタケシ。タケシに竹原、竹原は、あ、竹原も気に入ってるじゃない、いいじゃない。でここはレスラーがいっぱいいますから、コリキコリキにババに、そして猪木がねいますから、いいですね。で、あれな、なんていうの、ラウンドガールラウンドガールの、リボンちゃんとシュシュな。あー、いいね。どっちもニコニコじゃないか、喜んで、いいですね。ここもなんか、ここもすげえな、色鮮やかですね。キノコがめっちゃ綺麗だな。いやー、森のエリアもいっぱいあるけど全部全然違うもんね。ちゃんと作り込んでるよな。ここ座りてー、こここの木のベンチによ座りてーよー。いやー、めっちゃいいなー。ここもいいね、みんな元気にね、格闘家たちが多いから、ここは元気いっぱいでしょう。よし、森この辺ちょっと行っちゃうか。そしたら、あ、変化の森があったじゃない、変化の森がねえ、 EV6 これ完成した時も嬉しかったな。まあ、EV は三宅くんな、三宅くん笑ってんね。で森田くんのブースター森田くんに、エフィが長野くんと、あー喜んでますね。でサンダースは岡田くんだね、あ元気いっぱい。そしてシャワーズが坂本くんで、坂本くん似合ってんだな、この感じ。そしてイノッチがねここにいます。イノッチこれなんか左上に来た子動かないんだね、これ多分ね。ブラッキーだからじゃなくて、ここのポジションに来ると動かないっぽいね、どうやらね。イノッチといいですね。ここはサムネ作ったの覚えてるわ、結構こだわって。なんか進化する前のサムネと、その次のパートは進化した後のサムネにしたはず。もう配置もぴったりにしたはずだ。いやー、これも良かったね、楽しかったな。 EV6 集めた時ね、良かったね。学校行こう見ましたもう俺さもう本当に動画撮ってるテンションじゃないんだけど、さっきからもうなんかもうゆったりもう完全燃焼して終わった後のこのもうウイニングランだからな、これは許してくれよ。マジで学校行こうの話し、こっから5分ぐらいしてやろうかな、マジで。めちゃめちゃ全部覚えてたからな、俺学校行こう見たけど。なんかこの真ん中の石がね、進化の石みたいな、炎の石とか、水の石とかねみたいな感じに見えて、またこれが綺麗でいいっすね。よく見るとこれすげえな、めっちゃなんか大樹に囲まれてるスペースなんだな。ここだけ空いてるんだな。生きてーよここにな。もう帰ってきたくねえよ俺、現実に。ちょ、癒しの森にも行こう。ちょ、癒されよここで。あーあー、癒される、すごく癒されるじゃん、このみちゃんなんだよ、ダメ、俺が来たからかな、ちょっと怖い人来ちゃったなって。あれ、こいつしばらく帰らないつもりだなって思われてる。のみちゃん、めちゃくちゃ癒されるよ、ここ。いやー、水もこれ、綺麗な水だよ、キラキラして。こんなところに行きてえよなー。いいね。このみちゃん、そうだ、このみちゃん、そうだ、清盛だもんね。清らかな森で。まさかの一発クリア。あれはでも、ほんと運が神がかってたな。なんか出るアイテムとかも、相当神がかってたし。で、動画見直したら意外となんか後半とか、いやこれ下手したら死んでたなみたいな場面結構あったからな。なんか通過スカーフでなんか遊んでる時とか通過に変えた瞬間に眠りごな撃たれたらワンチャン死んでたろみたいな、結構あったけど生かされたな。あれも結構奇跡的だったな、一発クリア。懐かしいな、清らかな森。まあ清らかな森めっちゃ時間かかるだろうなって不安だったから、でもあれもすごい嬉しかったな。このみちゃんにも会えたしな。なこのみちゃんだから仲良くして仲良くしてよこのみちゃん。ふわふわ飛んでて可愛いな、このみちゃん。
妖精じゃないの。可愛らしい。いいね。あー癒された、すごい癒されたわ。ありがとうな、ほのみな。よし、じゃあどうしようかな。ここ全部行ってない。竜の洞窟とかね、すげえ久しぶりにここも来たね。ここもポンポンポンと揃ったからね。タツノリな、タツノリ笑ってるわ。タツノリに、サダハルな、サダハルに、シゲオな。なんでなんでジャイアンツなの。ドラゴンズだろどう考えても。なんで、あ、まあ、タツから始まったからか。そうかそうか、タツベイから始まってる。なぜかジャイアンツになってしまいましたよ。いいね、そうだそうだそうだ。ここもシンプルそうに見えてね、実はあれなの、確かタツベイの図鑑の説明でなんかこう空飛べないのが悔しくて頭を打ちつけてな、粉々に砕くみたいなの書いてあって、それでここに穴開けてね、でいつか進化してここから旅立っていくんでしょうみたいな。そんなここに書いてたんだっけ。今の隙間から外が見える洞窟。そうだ、ここに住むポケモンたちいつか大空に飛ぶことを夢見て頑張ってます。そう、頑張ってんだよな、きっと飛んでいくんでしょう。こういうなんか図鑑の説明に合わせたの結構多いよな。ストーリー中に出てくるポケモンもね、図鑑に書いてある通りの行動すること多いもんね。いい、ちゃんとそこら辺もちゃんとやってんの。いやー、ボーマンダがいるんだ俺の友達には。すごいな、めちゃめちゃいっぱいいるからな。ボーマンダなんか本編でゲットすることないぞ俺多分。いや嬉しいな本当な。よし、じゃあな。さあ、じゃあ竜つながりでこれ、これも神秘の湖も行っちゃいましょうかね。よいしょ。最近ねカトリーヌちゃんが来たから一緒に来たけどね。あー、カトリーヌちゃん気に入ってるわ。よかったよかった。ね、ここはね、竜に、白に、竜、白、そして、カイと。ここちょっとここふざけなかったんだよな。ちょっとカイ竜、名前ふざけたくないっつって。竜、白、カイ。でもかっこいい。めっちゃかっこいい、竜、白、カイ。うん、で、カトリーヌ。竜、白、カイ、カトリーヌ。いいね。ここは、ここもサムネ作ったな、確かな。ここはサムネにしたいなと思ってやった記憶が。あります。まあ最近だけどね。いいね、かわいいね、かわいいな。カイのこのつぶらな瞳めちゃめちゃかわいいな。クリッとしたお目目がいいですね。カトリーヌの方がでけえじゃん。カトリーヌの方がでけえぞ。なんかこのカイリュウめちゃちっちゃいよね。なんかね、小柄なカイリュウですね。そういう個体、カイリュウ成り立てかな。ハイはレベル上げも結構大変だった記憶があるね。頑張って、いや本当にダリとあのルベさんには感謝しかないですね。よし、いやあと20個ぐらいかな。エリアだいぶもう回ってきたよ。57個あったからね。じゃあこのちょっとドラゴンつながりで滝の湖にも行きましょうよ。あー、社長ここ、これお前見るたびにってちょっとでかくなってねえか。こんなでかかったか、さっき。さっき見たばっかだけど。眠そうにしてるわ、社長君。ほんとぽい。ほんとぽいな。そして、ジュニアね。ジュニアどうだい？ジュニア、あ、のんびりしてるね。いいじゃない。そして、ミレイ。ミレイな。あ、ちょっと。ミレイなんかちょっと落ち着かないの。どうしたの？ミレイと、カレンな。カレン。カレンずっと嬉しいんだな。ずっとミレイみたいになれるのがきっと嬉しいんだな。いや、でもミレイは実はもうカレンは進化できないことを知っていてちょっと落ち着く。言われるんだろうな、きっと。私もいつかミレイのように美しくなれるかなってきっとすごい言われるんだけど、そのためにこう、そうね。いつかきっとなれるわって。優しいから本当のことを言えないミレイ、ちょっと落ち着かない。いいわー。いやー、ここもねー、いや綺麗だな。ここめっちゃ綺麗なエリアだね。滝がまたキラ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 輝いて、これここのサムネ作るの大変だったこれ。ここのなんか波がこう上下しやがるからさ、ここをぴったり合わせるのめっちゃ大変だったわ。スクショ何枚も撮って。いやー、いいですね。でも綺麗だなこのエリア。ここなんていうのはもう本当にね、俺みたいな水ポケモンにはもうたまらない場所だから、本当にもう心が安らいじゃうよね。いいわ。いやー、ここはマイナスイオンが出てるって言ってたしな。
ミレーも、ミレーの力でね、心も浄化されるし。いやまあじゃあこれから辛いことがあったら俺もポケダンを起動してさ、友達エリア友達エリアぐるぐる回ろう。そしたら多分元気になってくるわ。いやほんとよく、ほんとにね、マジでいつでもこのデータあれだからな、このデータじゃないとできないわけだから、あげないよあげ、俺ここまで頑張ったからこそ俺はいつでも好きな時に友達エリアを守れるわけだから、このデータだけは誰にもやらんぞ。俺墓まで、墓まで持っていく俺はこのデータ。そしてじゃあどうしようかな。ちょっとじゃあ雪の方とか行く、氷の洞窟行っちゃう。これよいしょ、もうこんな時期だよ、雪も降るよそろそろまさかまさか冬を3度経験するとはな、この動画で。どうだいボブ、ボブも引いてるよまさかこんなに長くかかると思わないから。マーリーとあまり気に入ってるね、いいじゃない。でマリア、マリアも、マリアの出番もそろそろ来るよ。これケンタッキーの CM が流れ始めるぞ。なあ陽一な、なあ陽一よくグミ欲しがってる気がする。これインゴだろ多分、グミじゃねえだろおそらく、なんか金金だろ多分。直樹、あ直樹喜んでる。で阿佐ヶ谷姉妹がね、最近エリコさんとね、美穂さんが最近来ましたから、あ美穂さんもこらえるように笑ってる。あここ登れるんだ、知らなかったへえすごい、ここ来れるの。あこれも階段になってんのこれ、あこっちは登れねえか、知らなかった。てかここのなんかこの何この雪が積もって柱みたいになってるところのてっぺんが氷の結晶みたいになってて可愛いね。いや細かいところ凝ってんな、ほんとな、気づかなかここまで気づかないぐらいのところだからな。いいね、ここも美しいエリアですね。いいね、よし、ほんじゃな。さあじゃあ氷のエリアもう一個ありますね、ちょっと行っちゃおうかなそのまま。よいしょと、流氷海岸、ここもですね。マユゾ元気か、マユゾグミ欲しいか、あげるぞグミ。もうあごめん、全部俺が食っちまったごめんな、あげるって言ったけど、そうだ俺が全部食っちまったんだ。でユキちゃんね、あーかわいい、かわいいユキちゃん元気いっぱい。タマゾーな、あーかわいい、タマゾー元気いっぱい。あられちゃん、あられちゃんじゃない、あられな、あのんびりしてんな、あられ、あられちゃんはあられちゃんだから。でヒョウ、あすげえ仲良くなってんじゃん、ねえいいね、元気そうで喜んで。ちょっとこの間まで若干まだ警戒してたけど、もう仲良くなりましたね、いいですね。このエリアもな、シンプルながら、シンプルながらめちゃくちゃいいんだよな、まあ、同じ氷のエリアでもね、やっぱこの流氷の上だからね、この5匹じゃなきゃダメだよな、いいよねこの5匹でね。いやーでもなんか元気そうにしててみんな、よかったわ、仲良くなれたかな。よし、ほんじゃな、まゆぞ今度来るときグミ持ってくるからな、かわいいな、まゆぞ、なんてかわいいんだ。以上、さあさあ、ほんと残りあともうちょっとだと思うんですけども、ここ研究所もう一個あるよね、こっちか、寂れた研究所だな。よいしょ、ここはね最初にコロスケが、来た。あーコロスケ元気いっぱいだ、コロスケ一匹でね、しばらく、結構しばらくいたんじゃないの。でフラッシュが来てくれたのかな、あ眠そうそら眠いわな、なんすごいケイシーなのに寝ないで元気に振る舞ってくれるの感動的だな。フラッシュでスラッシュにクラッシュアクラッシュも元気いっぱいじゃない、いいじゃん。でバリちゃんがね真ん中にドーンといまして、で64な、これちょっと気に入ってんだけど、正直この64って名前どう思うこれカタカナで書く感じがいいなと思ってる。64と、いやスイッチまあスイッチはまあまあまあ、スイッチちょっと落ち着かない、スイッチマジ大変だったからな、スイッチ、スイッチのアップグレード探すやつ、あれもだって10時間ぐらいやってたからな、あの小さな森ぐるぐる13時間かかったけど、まあでも感覚的にはでも小さな森の方が何倍もきつかったけどでも結構あれもつらかったな、あの時はね、あのクラッシュに助けてもらったからな、クラッシュがいなかったらもう諦めてたと思うな、さすがにもうこれは青バージョンでゲットしようってなってたと思うわ。まあでもちょっとあれも今ではいい思い出ですね。
アップグレード大変だったな、あれな。ここサムネ作った記憶あるな。このなんか真ん中の機械の中に俺が入ってるみたいなふざけたサムネ作った記憶あるよ。なんか俺が実験の道具にされてるみたいなサムネ作りましたね。これよく見るとなんか試験管とかなんか本とかいろいろ置いたんだね。凝ってんね、細かいとこまで、ね、いいね。これなんかなんでここメタモンがって感じするけど、でも合ってるよな。なんかここにポツンとメタモンがいる感じ、いいね。よいしょ、ほんじゃな。